フライデーナイト J リーグ日発水沢球技場から J1 リーグ第5節横浜 F マリノス対サガン鳥栖の一戦をお送りします。雨です。そして肌寒くも感じます。気温は4度しかありません。その中で両チームが激突をします。 F マリノスのメンバーと予想フォーメーションです。ゴールキーパー古巣対決高岡、最終ライン予想では松原右、小池龍太左、キャプテンの木田が戻ってきました。そして2列目はマルコス・ジュニオール、小池雄太、この辺りが変化です。アウェーサガン鳥栖、勝ちましたレッツ戦からメンバー選考変更は最終ライン原田に代わって今日は中野慎也、まあ、予想では3バック右で予想しています。その他変更なし。伸びてきます。綺麗な形でつながりましたがクロスバーの上です。角田、いや良いボールでしたね、まあ、高さもありましたし、はい、意識的に高いボールを使ってきました。セカンドボール拾う木田がミドルシュート、クロスバー、ワイトが飛びましたね。パクイリーが触ってクロスバー、いいですね。ファールがありましたがプレーオン。マルコス・ジュニオール、岩田ミドルシュート、こぼれ球、オフサイドのフラッグです。セカンドボールの反応、2選手がオフサイドポジション。今のマルコスの受けたポイントですよね、まあ、こういうところでボール受けれると、まあ、チャンスになると思いますし、そこにしっかりサポート入ってシュートまで作りましたから惜しかったと思いますね、はい、長めの助走距離を取りました堀米、上から落としてきたクロスバー、田代触れない、やっぱりいいキック持ってますね、はい、惜しかったですね。岩崎、まあ、遠目から足振るのも一つですよね、まあ、下がスリッピーなんで。止まるか、ここが前に運びません。奈良ターラ、藤田ジョエルチマ、面白い、おっとボックス外、もつれる、拾った、ちょっとファールじゃないかと F マリノスベンチは抗議してます。一番のビッグチャンスでしたね、まあ、田代の背中走らせるようなボールですよね、やっぱりね、まあ、瞬間的な判断も非常に難しかったと思いますし、はい、ここ惜しかったですね。岩田から最前線で寄せ原、渡辺浮かせてもう一度寄せ原へ、空振り、チャンス、右足、惜しい、交代必要のレオセアラ、少しスリップしたんですか、スリップというかあれか、うまく外したんですね、レオセアラ、狙ってきました。ファーサイドを狙ってそこに味方も飛び込んできました。まあ、意図的に抑えた低いシュートを狙いましたね、試合終了です。雨が降るあいにくのピッチコンディション、いつものプレーが両チームともになかなか発揮できませんでした。スコアレスドローです。